こんにちは、クリッカー夏猫です。新型 N ワゴンに設定されているホンダアクセス扱いの純正カスタマイズパーツを紹介します。オリジナルデザインのフロントグリル、プラチナホワイトパールはプレーンな中にも高級感を追加したものです。ボンネットフードの先端に設置するフードエンブレムは車名を文字間隔を空けて配置するもの。往年のアメ車やクラシカルレンジローバー的な雰囲気を得ることができますね。ライセンスフレームフロント用はナンバープレートに装着するシルバーの高級感ある額縁です。細かいパーツですけれども車両全体の質感が上がるのが不思議。サイド面では車両全体のフォルムに合った造形のドアバイザーや傷つき防止のためのドアエッジモール、ライトグレー&ダークグレーの大きなデカールも見どころです。ホイールキャップとして完成されたデザインのノーマルもいいんですが、アルミホイール MG022 を履くとまた違った質感を得ることができます。カラーリングはタフタホワイトです。ライセンスフレームはリアにも用意されています。車内に目を移します。ラゲッジネットが用意されています。広範囲に荷物をホールドしてくれるだけでなく、見た目にも可愛らしいものになっていますよ。ファブリック製のシートカバーは純正シートのデザインにマッチしたもの。ブラウンの全体に対してホワイトのパイピングが目立つ仕組みになっています。インテリアパネル白木目調を装着すると車内の雰囲気はさらに明るくポップになります。本革製ステアリングホイールカバーは濃いブラウンのものにアイボリーステッチが入る珍しい組み合わせのカラーリング。